じゃあ、ありがとうございます。これも冷蔵庫ですね。冷蔵庫、冷蔵庫の中は、これは何が入ってるんですか。これ元素バーです。あ、元素バー、全部元素バー入ってます、これ。でもこれ、袋なんかは元素バーです。全部元素バーです。やっぱり袋に入れてるんだけど元素バーです。そば涼しい状態で、出ないとダメです。ですか。あ、ありがとうございます。後ろもなんかいっぱい機械があるんですけど、いやすごいな。これ一番初め元素場はどの機械に来てるんですか。うちの場合は、はい、元素場をまず買って、はい、乾燥した元素場を、はい、で乾燥はどうやって乾燥させるんですか。乾燥はだからここの2階に自然乾燥です、はい、広めてて自然乾燥。そうそうそう。で乾燥されたお蕎麦はどちらに始めて、まずこの機械で石を抜きます、はい、どうしても石が入ってるからね、はいはいはい、あのお米でも入ってるから、はいはい、この機械で石を抜きます、はい、それから次にこの機械にかけて磨きます、はい、磨き器、磨き器、はい、で磨いた後は、まあ、今度これこちら、これこの機械でもって引き割れするんです、はい、引いて割るわけです。そうです、はいはい、こうすると、はい、あのそば殻が出てきちゃって、ほとんどね、さっき言った通りにここに出てくるんですね、はい、見ます。あ、お願いします。じゃあ俺こっちに行った方がいいんだ。はい、じゃあ、はい、すみません。こういう感じでそば殻が出てくるんです、ね、本当だ、そば殻、はいはいはい、はい、ありがとうございます、はい、そしたら今度ここの機械にかけて、はい、これが製粉機です。粉にする、はい、粉にする機械、これが、はい、でここに出てくるんですけどね、まあやればいいんでしょうけど、ちょっと時間的に、はい、でも感動したのが、はい、これがお蕎麦のために、はい、自分時間のために全部ここまで、はい、コンバインからトラクターから、はい、設備されてるんですよね、はい、感動です。いえいえ、とんでもないです。